はい、皆さん、毎度毎度。はい、宿毛矯正の軟化チェックね。ミルボンなんかは、カラーヘアの軟化チェックね、切れなくなるまで、切れるうちは軟化が足りないっていうんだよね。で、これね、根元とか中間、毛染めをね、1回か2回染めた程度の髪の毛だと、ミルボンネオリシオの SH だと、ちょうどいいか、切れるかぐらいなんだよ。で、そっからさらに切れねえから、軟化が足りないと思って置いても、もう20分経ってからはもう終わりだから洗った方がいいんだよね。ただ、切れるまで軟化させるというのは、毛染めを複数回やってるような場合ね、そういうところはね、最初簡単に切れちゃうんだけど、しばらく置いておくと切れなくなってビヨーンって伸びるんだよね。そしたらまあ慌てて洗うんだけど怖くなってね。損傷がね、大きい髪の毛の場合は切れなくなるまで軟化させるけど、毛染めして1回2回程度の、結構まだ、毛がしっかりしてる方の場合は20本いても切れないから、遠赤ぶっこんでおいちめえなんて、そういうことをやんない方がいいよね。あくまでも常温で20本置いたらシャンプーすると。はい、お疲れ様でした。ちょっと2個ぐらい持ってて。家に？今ああ、そう。家にもうちょっと持って帰っていいよ。食べんのかな、アキラちゃん。なんか食べるかもしれない。今だったら、夜とかだと分かんないけど。